俺らを正解にする、目黒蓮がインスタ、挑発投稿を向けた、NHK 紅白ではない、本当の相手。12月31日に放送される、第74回 NHK 紅白歌合戦から旧ジャニーズ事務所、現スマイルアップが締め出された。11月13日の出場者発表に旧ジャニーズグループの名前はなく、追加招集がなければ実に44年ぶりのジャニーズなしの紅白となる。そんな NHK に矛先を向けたと物議を醸したのがスノーマン、目黒蓮。発端は2日前の11月11日、グループの公式インスタグラムや X、旧ツイッターにて発表されたスノーマンスペシャルライブみんなと楽しむ大晦日。何でもメンバーによる YouTube ライブ配信を大晦日に行うというもので、インスタグラムストーリーズにて9人とみんなで最高の大晦日にしようね。絶対後悔させないよ俺らを正解にする、とのメッセージを目黒が投稿。これを受けて、東スポ、ウェブ版が、NHK と完全絶縁か。スノーマン目黒蓮は物議かもす、挑発投稿、との見出しで、紅白から旧ジャニーズを排除した NHK に、喧嘩を売った、と捉えられても仕方がない。とする記事を配信したのだ。